ここで本日の課題授業。今月よりスタートしたハイテンション SF アクションコメディギャラクシーエンジェルーン。今回はメインキャスト陣の本音トークを独占で大公開。その魅力を余すところなくお伝えします。アプリコット桜葉役の稲村優奈です。アギスアジート役の花村さとみです。ナノナノプリング役の明坂さとみです。カルーアマジュラム、そしてテキーラマジュラム役の平野綾です。リリーシーシャーベット役の中山えりなです。皆さんパローン。まず、稲村優奈が演じるアプリコット桜葉はとってもしっかり者で、ですね、任務とかもしっかりこなしていく子です。一つ苦手なものがありまして、それは男の人なんですね。こうちょっと肌にふって触れられてしまうと、どんなガタイの男性も上の方にボーンと投げ飛ばしてしまうような、そんな怪力を発揮する女の子です。はい、今何て言った？怪力。怪力。花村さとみが演じますアギスアジートは、トレジャーハンターです。男勝りですごいガサツな面もあるんですけども、結構ツッコミキャラを担当したりボケキャラを担当したりも激しく変わります。リアクションはとても大きいです。ナノナノの親分として、機能してるのかな。ナノナノはですね、ナノマシン集合体ということで、ちょっと人間とは違って、でやっぱりなんか耳にヘッドギアって言って猫耳みたいなのがついていたり、尻尾がキュルンってなってたりとか、ちょっと人間離れしたところがあるんですけれども、エンジェル隊の中では多分マスコット的なキャラクターということで、ナノだナノだ言ってはしゃぎ回ってます。カルーアはですね、もうとってもうのんびりしててのほほんとしてて、全員とこうテンポ感がちょっとずれてる感じで、またそれが天然だったりもするので、一番何を考えているのかわからないキャラクターで、もう一人でこう道を突っ走ってる感じがしますね。あとは、テキーラマジュラム、こちらの方はですね、カルーアが、アルコールを飲んだりとか匂いを嗅いだりとかすると、あと変身してしまう二重人格のもう一つの方の、キャラクターなんですけれども、こちらの方はもうカルーアとはもう全然違って、もうボンキュッボンのすごいセクシーなお姉様に急に変身してしまいます。お色気たっぷりで、またアニメ版でそれがもうふんだんに出てますので、楽しみにしていただけたら嬉しいななんて、はい、そして最後、リリーはですね、そうだな、やっぱり真面目で何事もまっすぐ、一直線、結構自分の考えが本当にこれは自分で正しいっていうのがしっかりしているので、その自分が正しいと思ったことはそれに従ってやるみたいな感じですね。この2人がすごくね、アニスとリリーってアニメの中だとすごく絡んでるよね。すごく絡んでるね、一緒にやってるシーンがたくさんあります、うん、見てみてください。はい、GA2 の世界観、アニメとかね、中でいろいろありますけれども、ゲームとアニメ全然世界が変わる、違うからね、アニメだとみんなね、寮に一緒に住んでるっていうことになってるんだよね。ヴィラエンジェルっていう寮に住んでるんだけど、GA の最初の前のシリーズから5年後っていう設定で、ノイエっていう宇宙でみんな暮らしてる、はい、感じですね。キャラクターの中で特に気になるなっていうキャラクターとか、リコの代わりを。リコなんだ、そう来ると思わなかった。ゲームとアニメで結構変わってるって言ったらやっぱリコかなって思うから、なんかこのまま性格そう、ゲームの方は割としっかり者でね、いろいろなことをこなしていく、リーダー格だったんですけれども、アニメになると今度はちょっとおっちょこちょいな面とかね、たくさんそういうのが、ちょっとじゃなかった。あと、リリーのバラだね、びっくりしたの。リリーがね、登場シーンすごいかっこいいよね。あとはアニスがなんか大変そうだったよね、やってるの。アニス毎回叫んでるよね。すっくさん叫んでる。おい。とにかく素敵なキャストさんで、もう本当にみんなでワキワイワイと、ワキワイワイ？ワイ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 。ワイワイワイ。自分で突っ込んだ。なんかもうラジオとかでも一緒だし、もう慣れ親しんだ中でやっているから、和気あいあいとしてるね、現場ではあるんですけれども、みんなからどんな現場だよっていうのを一言ずつね、聞いていきたいな。花村さん、私かな。どんな現場、そうだな、誰かやっぱりメインっていうか、いっぱい喋るキャラクターが中にいて、その人はやっぱり台本とにらめっこしてたり、どうしようか
とか絡む人と相談をしたりとか、うん、してる横で他のメンバーは何かお菓子を食べてる、うん、ものすごくお腹が鳴るんですよ、うん、ノイズになっちゃうからね。鳴るとどんどんこう端から順になってくる。なんで鳴るの？不思議だよね。なんていうの、誰かの名前呼ぶとき、例えば、うん、アニスって呼ぶときに、はいはい、あのリコはアニスさんって呼んだり、ね、あの明坂が言ったようにナノナノは親分って呼んだりとか、うん、みんな呼び方が違ったりして、そうなんですね、そう一斉に言うところが揃わないよね。全員って書いてあるとなんとかの時がバラバラな時がある何言ってるか分からなくなるから一人ずつ取っていったりとか、了解とかもナノダがつくからね、オフとか言っちゃったりとかするね番組の見どころですが、稲村的にはやっぱり毎回毎回のストーリー、そしてゲストキャラクターの濃いキャラクターをもうぜひぜひ楽しんでいただけたらいいなと思ってます。アニス的にはやっぱり悪いかっこよさをやっぱり毎回毎回頑張って、いかにいかにちょっと悪そうに聞こえるかっていうのを頑張ってやってるので、そのあたりゲームではなかったところもあるので、その辺を楽しみにしていただきたいなと思います。ナノナノはですね、なんかアニスとは逆にマスコット的なキャラクターということで語尾がナノダなんですけど、ナノダって言ってみたり、なんだろう、ナノダとか、なんかいろんな言い方を変えてみたりとか、結構すごく苦労してる部分もあるので、その可愛いナノナノちゃんを注目してみてほしいなって思います。やっぱり一つの作品で二役やらせていただけるということで、そうですね、お互いの役のギャップをすごい出していけたらいいなと思ってますんで、両方の役を愛していただけるように、であとはやっぱりみんなが頑張っているので、作品全体をたくさんの方に愛していただけるように頑張っていきたいと思います。リリーさん的にはそのかっこよさと、ところどころに現れるかっこよさっていうのと、あとやっぱりちょっとかっこいいんだけれども、ちょっとおかしいんじゃないこれみたいな行動をするところに注目をしてほしいなと思います。あとはやっぱりその戦闘シーンっていうのが本当に何だろう、紋章機を使った CG かな、 CG を使ったすごいかっこいい感じになっているので、それがね完成して、多分必殺技とかも話す時にまたゲームとは違った角度から楽しんでいただけると思いますので、よろしくお願いします。ギャラクシーエンジェルATX にて好評放送中。絶対見る。